皆さんこんにちは。シンビスト石田貴博のシンビ大学というチャンネルをこれから YouTube で始めていきたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いいたします。さて今回は初回ということで、私の簡単な自己紹介とこのチャンネルでどういったことをしていきたいかに関して説明させていただきます。私は石田貴博と申しまして、高知県と愛媛県の県境に位置します高知県の宿毛市、宿に毛と書いて宿毛と読みますが、この宿毛市にあります石田蘭園という農園で花農家を普段やっております。石田蘭園ではシンビジウムという洋蘭の一つのジャンルになるんですけども、こちらの育種生産を専門に、やってる農園です。シンビジウムってこれからよく出ると思うんですけども、これからはシンビと略させていただきますね。この石田蘭園では、石田蘭園は、私の父が、1974年に、創業して、それ以来、ほとんどシンビジウム一筋に、歩んできました。私はですね、大学で園芸学を、専攻して、で大学卒業後に山梨県の、向こう山蘭園という、こちらも洋蘭の、種苗会社になるんですけども、こちらで新品種の開発ですとか、販売の、仕方ですとか、いろんなことを研修させていただきました。そして研修が終わってから2008年、に、石田蘭園に就農しまして、そこから、就農して13年になりますね。就農して2年目の時に、主に営業活動って言って、花の、販売の営業に外回りに行ったりとかよくしてたんですけども、そういった時にこう皆さんにどんどん覚えてもらいたいなと思って、で なんかこう覚えてもらいやすいことないかなと思った時に、自分のそのキャラクターというか、覚えてもらえるように自分はシンビストだと説明するようにしてて、完全に造語なんですけども、シンビジウムのシンビに、まあなんとかの人みたいなのでイストってありますよね。それをくっつけてシンビストっていう、言葉を作って、まあシンビストですということで覚えてもらえるようにしています。まあ、シンビの人というか、いい意味でのシンビバカ、シンビ探求者みたいな感じの、ニュアンスで私は捉えて名乗ってるんですけども、そういった形で、ずっとシンビストですという名乗ってます。まあ、こちらでもシンビスト石田貴博のチャンネルという形で進めて、いきたいと思います。私は普段はシンビジウムの栽培、出荷、そして販売なんかを行ってます。あとは、花がたくさんある時には、交配といって新しい品種の開発ですね、そういったこともやったりしています。またご縁なんかいただければ、園芸店さんの店頭で栽培講習会、という形でいろんな育て方とか楽しみ方とか、そういったものの講習を、させていただいてます。よくその講習会とかさせていただいた時に、お客様からとか園芸店さんのスタッフさんからとか、そういった方からこうといろいろ話をしていると、非常によく、耳にする言葉が、蘭って難しいよね、神秘って難しいんでしょっていうイメージがすごく強いっていうのに気づくんですね。綺麗とか、なんていうのかな、可愛いとか、そういったイメージとかよりも、それよりも真っ先にその難しいっていうイメージが来ることが、最初非常に驚いたんですけども、なんかだんだん繰り返しているうちに、あ、これってすごく、皆さんの素直な意見だし、ちょっとした誤解なんかも、招いてるなと思ったんですよ。なので、この、シンビスト石田貴博のシンビ大学では一番やりたいことっていうのは、この蘭って難しいよね、シンビって難しいよねっていうイメージを払拭して、あれ
審美って結構簡単なのかな、審美って意外と面白いよねって思ってくださる方が一人でも増えて、もらえるような、情報発信をこのチャンネルでしていきたいと思ってます。名前に審美大学ってつけてるんですけども、できるだけ、なんというか専門的に、学問的に、深掘りしていくような形ではなくって、極力その本当にちょっとした触り方だったりとか、ちょっとしたアイデアだったり小話だったり、まあ、たまにはちょっとマニアックなことも言ってみたりとか、そういった感じであまり堅苦しくなく、まあ、皆さんにいろんな情報を気軽に、取り入れてもらえるようなチャンネルに、できるように一生懸命頑張ります。なので、ぜひぜひ、これから楽しみに見ていただければと思ってます。たまには、まあ、生産者ですので、まあ、農場の実況とか、どこか他の、農家仲間に行ったところでのライブとか、まあ、私ならではのできることなんかをこれからどんどん探していろんな、ことをお見せしていけたらなと思ってますので、どうか、ご期待ください。こんな感じで、まあ、今回は自己紹介、だけですので短めにいきますけども、間ではこういったお花の紹介、こういった、私はテーブル神秘って言って少しこう、通常の神秘よりも小ぶりな可愛らしいタイプなんですけども、こういった花ですとかワランってちょっとこういう渋いというか、少しこう華やかさだけではなくてわびさびの雰囲気ありますよね。ちょっとこう、まあ、私の中ではこういう可愛い感じのラインと綺麗めな感じのラインっていうので分けてるんですけども、こういった実際の花の紹介なんかも間で入れて、まあ、いろんな感じで楽しんでもらえるようにはしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。動画配信とか、この喋りの技術とか、こういったことはまだまだ未熟で、わからないことばっかりなんですけども、情報を発信しながら、いろんなことを、上手になっていけるように一生懸命頑張っていきたいと思いますので、この審美スト石田隆弘の審美大学、応援しようと思ってくださる方、ぜひぜひ、今回のいいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。これからぜひぜひ、見てくださいね。ではまた。